今回はですね、国チャンネルご覧いただいたようにね、瀬戸内海倉敷の小島やってきております。ここは和集山のですね、展望台に行く途中の駐車場でございました。実は今日はですね、いつもと趣向を変えまして、なんとドライブをしようかなと。このね、11月、非常にこう気候のいい中ドライブをしたいなということでやってきております。実はこの、駐車場で待ち合わせをしております。間もなく来るんじゃないかと思うんですが、ドライブですよ、車が必要でございますね。あ、来た。うわ、かわいい、かわいい、かわいいね、白い1台、そしておっと、後ろから、後ろから黄色い可愛らしい車が来て、おお、さらには赤もやってきましたよ、赤もやってきましたよ。これはなかなかな年代もんでございまして、あ、だけど綺麗に車体も鮮やかな黄色だし、タイヤもすごく綺麗。おお、そして最後フォードはセダン。いやー、なかなかレアな年代物の車が次々と3台登場いたしました。いろいろな年代物の車をですね、準備していただきました、藤森さんでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず藤森さんが今運転してきていただいたこの車なんですけど、はい、これはどちらのメーカーの車なんですか？これはあの日野自動車と言いまして、今はトラックしか作ってませんけど、はい、日本のメーカーです。え、乗用車作ってたんですか？そうです。いつ頃なんですか？1966年と言いますから、もう50何年経ってますけど、はい、はい、何という名前なんですかこれ？日野コンテッサ。特徴はどんなところですか？そうですね、エンジンが後ろにあるというのが、ちょっと待ってください、このボンネット、はい、ここの空間にエンジンあるんじゃないですか？ありません。ありません。え、どうなってるんだ？あれ？本当だ。すごい。ここ荷物室になってるんですかこれ？そうですね。え、はい、本当だ。タイヤしか。タイヤ、あ、スペアタイヤ。はい。お、はい、スペアタイヤがなんと。ということでエンジンはどこにあるんでしょうか？そうですね、後ろにあります。ということで後ろも見せてもらうことに。はい、おお、本当だ。後ろにエンジン積んでる、それが当時の。そうですね、主流ですね。で、藤森さん、この車どうされたんですかこれ？新見の山奥の車屋さんにもうボロボロで入ってまして、はい、それを5、6年かけてレストアしました。ただのもうあの鉄くず同然でしたから、それを買ってきて、はい、全部あの部品から、はい、であとシートは張り替え。車大好きな藤森さん、古い車もレストアして大事に乗ってます。そしてこちらホンダの H のマークがね、懐かしいという方も多いでしょうね。ここの丸いお目目もとっても可愛らしい、黄色いね、この可愛い、ホンダの車、はい、名前は何というんですか？ N360。 これ2ドアなんですね。2ドアですね、はい、ね、はい、もう何年ぐらいお持ちなんですか？10年ぐらいになりますかね。きっかけは何だったんですか？たまたま、まあ知り合いが乗ってたのを譲っていただいたみたいな、はい、はあ、はい、乗り心地なんかいかがですか？これはちょっとあの少し低くしてますから結構きついです。跳ねますね。あ、跳ねるというもろにこうきますね、道からのガタガタが、はい、それがまあ楽しいんですけど。ああ、それが楽しいというね。じゃあ今ではどういう 相棒ですか？ちっちゃいのでね、どこ行くのでももう乗りやすい、ちょっと手放せないみたいな、こう可愛らしさがあるんで。川染さんがお持ちの車はこちらです。はい、これなんて言うんでしょう？スバル360と。いつ頃の車になりますか？1968年ですね。この丸い形が非常に綺麗なフォルムでございますけど、はい、可愛らしいです。可愛らしいですね、はい、この車の特徴っていうのは、まあ、形もそうですけど、ドアじゃないですかね。あ、ドアいいです ね、はい、ドア、これ見てください。普通通路ですけど、普通今だったらこっちにですねドアノブついてますけど、こっちについてるということはどうやって開けるんですか？こういう形で。おー、なかなか斬新。中のこの赤い色がいいですね。これを張り替えたんですか？え、これオリジナルですよ。破れたところを直してるから。あ、
へえ、でも綺麗にね、ずっと手入れされてたのがよくわかりますけど、あの正直乗り心地は良くないです。あの遅いし、でもそれがまあ一つの古い車の良さなのかなと思いながら乗っております。乗ってるということでね、まもなくイベントがあるという、はい、どのようなタイトルのイベントなんですか。小島和集団でやるクラシックカーフェスティバルということで、はい、商工会議所と力を合わせまして、当日は80台クラシックカーが集まる予定です。いいねいいね、この音がいいですね、いいですね。で閉めます。では出発します。お願いします。はい、はい、出発しました。はい、さあコマーシャルの後はクラシックカーで下津井をドライブです。なんかこう生きてるって感じしますね。車がこう一生懸命我々を運んでくれとるいう。これ馬力どれぐらいなんですか。50馬力ぐらいです、ね、50馬力、はい、わ頑張ってくれって感じで応援したくなるような走りっぷりでございますが、瀬戸大橋の下をくぐります。下津井の港です。まあこの取材した日はね、はい、本当に天気が良くて、うん、絶好のドライブ日和でございます、はい、まあ、下津井の港町とそれからこの往年のね、うん、クラシックカー、はい、なかなかお似合いですね。そうですね、景色の中どうですか。いや、これいいですね、ね、本当にあのそれぞれの車を頑張って走っとると、そうですね、いう感じでございます。このスピード感もいいでしょ。いや、いいです ね、はい、ゆっくり時間が流れてる感じが ね、うん、素敵ですよね。どこから見ても絵になるわけですけどね、はい、よく目立つな。でもね、あのこういう形でその古い車、眠ってた車などを再生させてレストアして大切にするっていうね、皆さん結構全国的にも今ね流行ってるそうなんですよ、で下津井をねぐるりと回ってクラシックカーイベントの会場になる駐車場に帰ってきました、はい、うん、あー、出た出た。いやー、なかなか今の車では藤本さん、はい、考えられないようなですね、はい、こう車と我々の一体感をものすごく感じるドライビング。楽しかったですね。楽しかったですね。景色もいいし、そうそうそう、天気も良かったと思います。今の車ではありえないぐらいな、あ、いろいろ楽しい思いをこの車では味わうことができまして、なんか生きてるっていう感じですかね。なんかね、生き物って感じが本当する、すごくあの親近感を持った、愛着が湧きます、愛着が湧く走りっぷりとこの風貌でございました。まあ、改めて良さってどんなところですか。愛情を注いだら応えてくれると、磨いたら光ってくれるし、あのそういうところが可愛いかなと、もうあの孫みたいな感じで一生乗り続けたいと思ってます。いや、車もね、はい、本当さぞかし喜んでることだと思いますが、でそのフェスティバルですけども、他にはどういうこと。あのキッチンカーが出まして、はい、いろんな料理が出ます、はい、楽しんで帰ってほしいと。あさって20日でございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。ありがとうございます。で当日はね、はい、このようなキッチンカーがたくさん登場するんですが、今日特別にですね、お越しいただきました。こちらたこ焼き屋さんですけど、こんにちは。こんにちは。こちらのたこ焼き屋さんの特徴ってどんなところですか。ふわふわでとろっとしたとこが特徴になってます、
うわ、美味しそう。美味しそう。ウインナーついてる。いただきます。うん。どうですか。ふわとろ。うん。生地すごくとろとろ。あ、そうです。美味しい。いろいろ研究しました。あ、うん。とろっとなって。うん。こちらが大人気のネギポン。はい。もういい。いただきます。うん、おいしい。こちらの生地はですね、はい、本当に生地に旨味があるからポン酢とか軽くかけただけでもすっごく旨味がいいですね。おいしいです。おいしい。ありがとうございます。あっさり系を好きな方もぜひ、はい、ポン酢のたこ焼き。ポン酢人気あるんです。人気、はい、わかります。ふわっとろのたこ焼きおすすめです。いよいよあさってに近づいてきましたけど、そうですね、どうでしょう。テレビご覧の皆さんにどういうふうな思いで来ていただきたいか、はい、いかがでしょうか。はい、まあ、令和4年11月20日に、小島クラシックカーフェスティバル和中山ということで和中山の駐車場で開催されます。国産の旧車が80台集まります。まだ同時開催で倉敷マルシェという飲食イベントもございますので、見て食べて和中山の景観を楽しんでいただけたらと思っております。11月20日日曜日は和中山の方に楽しく過ごしていただけたらと思っております。いや、クラシックカーとてもなんか雰囲気があって可愛らしくていいですよね。かなりね、よくおしゃれというかね、はい、デザインにも凝ってますしね。クイさん運転はされなかったんですか。まあね、なんかあったら大変ですね。皆さんがもうね、丹精込めて、ね、よみがえらした車ですから、ね、何かあったら大変だ。確かにマニュアルシフトなんですよ、大体がね。オートマチックじゃないんだ。私一応マニュアルの免許持ってるんですけど、まあその辺もちょっとねありまして、乗るだけにさせていただきます、はい、なかなかな、今では味わえないような乗り心地でございます。本当いろいろとね、今と違う設備だとか装備が今充実してます、ね、綺麗にされてますんで、ぜひ皆さんね、行ってみてください。シートベルトがねないんです当時。あ、ないのが多いんです。だからあれと思った方多いと思います、うん、警察に許可取ってますからね、皆さんね、その辺はよろしくお願いします。なので11月20日なんとか天気ね、はい、持つといいですね。和中山の駐車場80台、うん、すごい数たくさん来ますんで、うん、入場無料、キッチンカーもたくさん出ますんでね、はい、ぜひ、楽しんでみてください。以上、くにちゃんねるでした。続いては